ロックダウンを恐れて市民が街から逃げ出す騒ぎになっていますこれは5日夜の中国先制省西安駅の様子です街を離れようとする人たちで駅前の広場が埋め尽くされていますこちらは交通機関に乗れなかったのか大きな荷物を持った人たちが感染道路を歩いています西安では2日以降に33人の感染者が確認され地元政府は6日から飲食店の店内営業や 娯楽施設の営業を禁止しました。